こんにちは、アバウト工業と申します。本日は、私の動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は、ANA を利用して、羽田空港から神戸、大阪、京都を往復する動画です。私事で、大変恐縮ではありますが、最近、知人、友人に、なんで、いつも日帰りなの？泊まりで旅行とかしないの？と言われることが多々あるので、今回は時間にゆったりと余裕を持ち、神戸、大阪、京都をのんびりと観光していきたいと思います。よろしくお願いいたします。動画の終盤に詳細の方まとめてますので、もしよかったら旅のご参考にしていただけたら幸いです。まず、最初は、ここ、羽田空港からの出発になります。ANA6 時40分発、神戸行きに搭乗しますが、少し時間があるので、先に、保安検査を済ませ、ラウンジでのんびりしたいと思います。今回利用するエアポートラウンジは、保安検査を通過した後に利用できるラウンジです。いわゆる、カードラウンジと呼ばれるラウンジで、提携するカードのゴールドカードなどを提示すると無料で利用できます。また、提携カードがなくても有料で利用することができます。早朝にもかかわらず多くの人がいたので、さっさとコーヒーを飲み出ました。時間が来たので出発します。今回座る座席、モニターの他にいろいろなボタンがついてました。座席もゆったりしていて、私の太くて短い足なら足組みもできました。出発します。飛びます。羽田空港、神戸空港間は6時40分に出発し、神戸空港に8時着。所要時間1時間20分なので、離陸後あっという間に着く感じでした。神戸空港に着陸。予定より5分ほど早く神戸空港に到着。ここからは、ポートライナーに乗車して、神戸の中心地、三宮を目指します。三宮に到着。まずは、JR に乗り換えて、神戸とは少し離れていますが、明石に行ってみようと思います。明石に到着。明石駅は、ホームから、明石城跡が見ることができます。魚の棚商店街で明石名物明石焼きとタコを食べたいと思います。どちらもかなり美味しかったです。満足したところで次の目的地に向かいます。新長田に到着。ここは以前に青春18切符を使って訪れたことがあるのですが、青春18切符で新長田を訪れると、当時のダイヤだと滞在時間が35分しかなかったので、今回はゆっくり新長田に滞在したいと思います。巨大モニュメント実物大鉄人28号を眺めながら、新長田発祥と言われるそば飯を食べ、次の目的地に移動します。神戸から三宮にかけてポートタワー周辺や南京町を観光しました。次は阪神電車での移動になります。
阪神タイガースのお膝元、甲子園だけあって吉野家も黄色く見える気がします。阪神甲子園球場では甲子園歴史館を見学します。館内は高校野球やプロ野球のいろいろなものが展示されていました。大変満足したところで次の目的地に移動します。次からは大阪に入ります。大阪に到着。大阪駅に隣接している新梅田食堂街が大変混雑していたので、いろいろなところを観光しつつ黒門市場で何か食べることにします。大阪の台所と言われる黒門市場ですが、たくさんのお店が軒を連ねていました。ここではマグロ丼を食べました。かなり美味しかったです。次は新世界にやってきました。通天閣は改修工事中のようです。ここではホルモンとホルモンそばを食べます。どちらもとても美味しかったです。ホルモンを食べ終わると夕方になってました。そろそろホテルにチェックインします。大阪滞在時にいつも宿泊する宿、ホテルサンプラザ様に宿泊します。ここの宿は素泊まりで1泊2600円前後で宿泊することができます。南海新今宮駅からすぐのところにあり、とても便利です。道路を挟んだ向こう側は西成愛林地区となってます。それでは2日目に備えて休みます。2日目は朝から京都へ移動します。あべのハルカスを眺めながら天王寺まで移動します。京都まで乗り換えなしで行ける特急ハルカに乗ります。内装も外装もハローキティな車両でした。京都に到着。ここからはシェアサイクルで観光します。当時、二条城と何度か訪れたことがあるところは早足で観光しましたが、銀閣寺は初めて訪れました。紅葉も深まり素晴らしかったです。鴨川でしばし休憩した後、33元堂に到着。中は撮影禁止でしたが、とても良かったです。シェアサイクルを返却し、カレー味のケバブを食べ袋に入ります。往路は神戸空港でしたが、袋は伊丹空港から羽田を目指します。京都駅からバスに乗車し、伊丹空港を目指します。
最後までご視聴していただき、誠にありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。